千葉健です。はい。今回はですね、周りに評価を求める人は、まずこれをやってみようと。これやったらいいですよ、ということです。はい。もう喋り出して10秒、20秒。結論です。周りに評価を求めるならば、まず自分を評価しましょうと。たったこれだけです。シンプルですよね。なんで周りに評価を求めるの？そう、自己評価が低いからです。自己評価が低いから、外の評価を自分の評価にしようとするわけですね。なので簡単。自分の評価をまず、自分で評価をしてしまえばいいわけです。お、すげえなと。俺すげえなと。思えばいいんです。でもそれも思えないですね、なかなか。私は思うようにします。だって根気できて、これだけできたらすごいじゃんって。もうこれだけやったんだもんと。昨日までできなかったけど、これぐらいできるんだったじゃん、みたいな。とか、だから、まあ簡単にシンプルに言うならば、評価とか何かを外に求めちゃアウトっていう、アウトというか、求めるから、でも求めたものが来ないからまた不平不満なんですよ。なんで評価してくれないのって。評価してしてって。で、求めた、外に求めた。でもそれが来ない。なんで評価してくれない？そう、外に求めるからイラッとくるんですよ。イラッとか、来ないから。求めたものが返ってこないからイラッとくる。なんで？どうして？元やればいいの？みたいな。じゃないですよ。まず最初自分を評価すればいいだからですね。もうこれだけやったらこれだけできた。あと好きなように見て。うん。ただ、外に求めるなんて話ではないんですけども、求めすぎるんですよ。多くの人は。だから自己肯定感を高くしたい人もない。まず自己肯定すればいいんですよ。でも自己肯定感を高めるためのその何か、を反応を外に求めるからあれあれあれって反応がない、反応が薄い、いやこんなはずじゃないと。でもそれが本当に今の自分の評価なのかな、また悩む。もう負の連鎖の繰り返しですよね。なので自己評価がを自分評価してほしい、自己肯定感高くしたいと思ったら自己肯定すればいいし、自己評価すればいいし、たったこれだけなんですよね。まあなんでできないかというと、今までの教育ですよ。教育というしつけというか、失敗すんなとか、うまくやれよというふうな、そういったプレッシャーばかりかけ、いや失敗していいよと、どんどん失敗してって、うまくいかなくてもいいよと、その積み重ねで上手になるんだからと、うん、いいよって言ってあげればいいだけなのに。だからまあ教育もしつけもどんどんそういった負の連鎖の中にも私たちがいるので、だから生きづらいし、自己評価自己肯定感も低いし、でも、それも大きな勘違いだったかもしれないよってことなんですよね。私も、勝手に勘違いしてきたなと。てか、それで刷り込まれてきた、覚え、ね、っていうふうなしつけを受けてきたから、やっぱ低かったし。あ、でもその勘違いなんだと。あ、勘違いだったらもうそれ直せばいいよね。だから、全部、すべては自分の考え方。だから、いつもお話しする、見方、捉え方、考え方。これを変えれば、人生今で問題だってめちゃめちゃこれ重要な問題と思えたものが何にも問題じゃないんですよ。問題視したくてしてきてしまったってことなんですよね。はい。なのでいつも言う、そしていつもお伝えしますが、自分が常識だと、自分の中の常識はかなりの確率割合で偏見です。偏見だから自分を疑いっていうのは、自分のそこの常識、自分が今まで積み重ねてきた常識で判断してないかなと。ただ常識って言葉を浮かんだら、偏見って置き換えてみないよね。うん。偏見。これで常識でしょ？こんな常識じゃん。あれ？この常識って自分の偏見じゃない？って。そういう疑う目。そういった疑いの目を自分に向けて見たときに、あ、自分の常識イコール自分の偏見を押し付けちゃってたな。だからぶつかるよね。衝突するよね。はい。そこに気づけると、なんだろう。どんどんこう楽になっていくというか。じゃあ押し付けた自分に気づく。で、また押し付けちゃったなーって自分に気づく。うん。やめよう。そういうの。またこれで衝突する。ぶつかるし。自分が全部正しいわけじゃないし。うん。相手も全部正しいわけではない。でもそれぞれの正しさみたいなものもあるし。で、それぞれ間違ってるんだけども。うん。別にそれを。ね、全部 100% 一致するようなか、ね、ことなんてできないわけですよね。なので、少なからず、ちょっとね、自分はそういった自分の常識という名の偏見を押し付けないようにしていこうと。だから、そうだね、そうだね、っていうようなコミュニケーション。うん、そうだね、わかるわかる。まずそういった言葉をかけて、やっぱ自分はこう思ってるんだよね、どう思う？みたいな感じで。
やっぱりキャッチボールなんですよね、キャッチボール。会話でありたいわ。取る前からもうバーン、自分の元にボールただ投げるみたいなね。ぶつけ合いのようなコミュニケーションばっかりなのでね。はい。まあそういうのをやめて。まず、ちゃんと言ったことを受け取って、そうだねって、優しく投げかける。そう。またね、ちょっと話変わってしまいますが、私は厳しさって全然いらないなと思ってるんですよね。厳しさ。厳しくするよ。だから、ただ大きい声でバーって喋ったりとかね、高圧的にとか、いうふうな厳しさは全然いらないし。見放すような厳しさっていうのも時には必要ですけども、本当に大きい声出す。だから怒るですよね。叱ると怒るってちょっと違い忘れましたけど、うん。やっぱ感情的になってっていう厳しさは全くいらないなと思いますね。はい。そうする理由は簡単。自分にとって都合が悪いから、それをされると都合が悪いから。自分が面倒くさくなるから。感情的になって向こうをコントロールしようと。そこで厳しく怒る、叱る。で、そこで何かあったら、その責任、まだ俺が取らなきゃダメだ。結構自分の責任とか自分のこと考えてるから厳しくするんですよね。本当にその人のことを思うならば、あまり私は厳しさっていらないんじゃないかなって思います。ちょっと話がね、それで締めましたが。はい。今回は自分を評価してほしい。ね、評価し、ね、してほしいという。ちょっと最初からの、最初に何て言ってか忘れてしまいましたけどね。はい。自分を評価してほしい。評価しされたいっていう人は、まず自分を評価してみる。ちゃんと自分を評価。してほしい、してみるんじゃない、ジョーカー評価する、それもですね、高くというか、うん、いいんだってことですよ。今の現状、これが実力、これが今の自分、うん、これが今の評価、高いものなら低いものなら、そう、これをまず認めてあげるというかね、はい、ということをやってて、外に求めすぎない。求めたくなりますよ、私も。誰だって求めたくなります。でも求めすぎない。そして自分の評価をしっかりする。ここまでできてる、OK。で、ここまでちゃんとやれてる、OK。それを積み重ねていくこと。これが自己評価を高め、自己肯定感も高め。だから自己肯定感っていうぐらいなんだよな。自己肯定を重ねていく。これだけでね、全然自信に満ち溢れた人格が作られていくんじゃないかなということで。ね、参考になれば嬉しいです。ありがとうございました。